白蛇は幸運を呼ぶ蛇と言われていますが、さっき足の小指をぶつけました蛇屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンという蛇の白蛇大集合させてみました。うちはですね、パイボール僕が好きでたくさん取り扱いがあるんですけど、やっぱ白蛇ってすごく人気があって、白い蛇いますか、初めてお迎えするのは白い蛇がいいんですっていうお客様すごい多いんですね。なので必然的に白蛇もお店に多くなっていくわけですけど、だいたい今ですね白蛇で20数匹ぐらいいるんですが、脱皮前の子とかがいるので、今日はこの7匹に集合してもらいました。すごいね、このご利益感。白蛇、そう、白蛇の脱皮柄が欲しいっていう経営者の方とかもいますね。脱皮柄ありませんか、白蛇の事務所に飾るんでみたいな。ボールパイソンって黒い蛇は結構種類が少ないんですけど、白い蛇は何種類かいて、この子たちはみんなブルーアイリュウシーと呼ばれる最もポピュラーな白蛇たちです。すごいね。子猫に出演してもらって、はい、真っ白でしょ。で、目はブルーの中に赤い瞳孔があります。なのでブルーアイ粒子っていうんですが、ブルーアイね、ブラックアイもいます。レッドアイもいるし、パープルアイもいるんですけど、ブルーアイ粒子が一番メジャーだと思います。ね、映えますね、白蛇。ちなみに最も白い白蛇、最も白いボールパイソンはホワイトウェディングという種類だと言われています。ホワイトウェディングとかになってくると、さらにね、白が深くなって、同じ白蛇の中でも差があって見ていて楽しいかなと思います。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンという蛇の白いブルーアイ粒子に大集合してもらいました。当店の販売しているヘビ、覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。